うれということで、どうも皆さん、こんにちは、ミザです。本日はですね、エイプリルフールイベントがやっているということで、まあ、そちらの方のいろいろ見ていきたいなというふうに思っております。まあ、とりあえずちょっとこれ見てみようか。グラブル1528はショートムービー公開中だぜということで、ちょっとじゃあ特別ムービー見に行こうか。おー、YouTube 始まるわ。エイプリルフールだー、すごい。今日は自由に喋れるぞ。あ、グラ喋れないからね、普段ね。ゲームの中では選択肢で選んだことしか喋れないもん、ね、こんなメタなことある。わーい、それじゃあ二人の自由を、選択にとらわれない自由な動きで祝うぜ。これなんか見たことあるな。自由な動き、なんか自由な動きってめっちゃ言うやつだよね。あれ、これも見たことある。オイラは超越するぜ、断りを言う。あれ、これ去年は結構なんか自由な動きでみたいなこと言ってるのなかったっけ。その滑らかな動きは一体、めっちゃアニメしてんじゃんこれ。この枠はオイラには狭すぎるぜ。あ、これエイプリルフールのバトルイベントに繋がんのか。ぬるぬる動く B を君は続きは各媒体で編ということで、まあそういうことなんだな。続きは各媒体でということで、こちらの方を見ていきたいと思います。グラブルの B が勝負を挑んできました。オイラのパワー見せて、え、動いてるわ、動いてる自由な、囚われない動きしてる。1年ぶり4回目ということで、すごいパワーですよ。こんなの勝てるのかよ、諦めるな。どんな俺に必ず勝つ方法はあるはず。それがしは時間を稼ぐから、その間に弱点を探してくだされ。オイラに勝つ方法なんてあるわけねえだろ。姉さんが、姉さんが相手でない限り、オイラは無敵だ。カタリナで B にとどめを誘う。ということでね、まあ昔のグラブル、この敵はですね、カタリナが奥義を打ったら即死したんですよね。俺の記憶が正しければ、確かね、カタリナが奥義を打った瞬間に即死するんだよな。まあ、そんな感じだった気がしますが。あ、今回の新スキンがそうですね、こちらですね。で、DB はアイテムドロップ率が上がる武器になってて、まあ、これ以外にアイテムドロップ率が上がるっていう武器がないから、まあ、こちらの方はとりあえず真っ先に交換した方がいいと思います。それだけは言っておきます。まあ、このアイテムドロップ率アップっていうのが別枠アイテムドロップ率アップらしいんだよね。武器枠の中だったら。うん。特殊なドロー率アップだから、まあ、割とあると便利だったりするかもしれないって話ね。まあ、最近のグラブルあんまアイテムドロップ率アップ意味ない敵も多いんだけど。で、今回のスキンとしてはモニカ・モナカーとヤンチャ怪獣とロボミカイ砂漠戦士を。ロボミカイだけなんか普通にまともじゃない？ロボミカイ砂漠戦士用だけちょっとまともだな。よし、じゃあちょっとやってみようか。とりあえずじゃあ、エクストリームからやろうか。一戦をダメージ目的でしよう。あ、違います。あぶねえ。結構適当にプレイしてたけど、マジで危なかったな。エクストリーム、ちょっと舐めた戦いはしづらそうかなといったような感じでございます。じゃあちょっとこちらの次は何者にも染まらぬ黒い闇やってみましょうか。こちらの方かなり強いんだよね。そう、めちゃくちゃ強い。オイラに勝てたとして得られるものは優越感だけ。力や速さでオイラと渡り合うことができたら、好敵として紹介やらんでも、ね、してやらんでもねえかな。ということで、まあ、今回は B 君やっていきたいと思います。編成ちょっと練っていきます。まあ、やっぱ安定すんのは風じゃないっすか。ということで、こちらのランバージャックの編成で行っていきたいと思います。行きまーす。まあ、新ジョブだしね。オイラね、どういう特殊技したか。ここなんかバトルシステムバージョン2合いそうな感じしますけどね。どうだろう。なんか今、でもここでバトルシステムバージョン2やったらなんか、ちょっと、あんまり言っちゃいけないかもしれないけど、炎上しそうな感じがする。なんか炎上しそうな感じはするけど、ここの敵バトルシステムバージョン2なんか使えそうな感じがしますね。で、やっぱ硬いわ、めちゃくちゃ硬い。 HP100% だもん。全然削れてないね、ここまでアビリティ打っても。硬えー、やばいな、めちゃくちゃ硬えわ。オッケーオッケー。でここでスロー入れて、よいしょ、これでこういう人。特殊技どう受けようかな。まあ、特殊技ちょっとアンチラの奥義で合わせたいな。間に合うかこれ、奥義ゲージ。どうしようかな。いや、紅葉バフがあるからこれ間に合う、いや、はないな。よし、じゃあちょっとここは砂栗入れようか。ここで砂栗を入れて CT マックスにして、これであの気弾、さっきもさ気弾デレ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 デ
それ考えたらここはアンチラのこれを使ってあげれば割と耐えやすくなっているのではないか。 OKOK。 あ、でもなんか 25% でゴッドガードブローディアとか使わないとワンチャン死ぬんじゃないかな。え、 25% は絶対合わせるわ、特殊技とりあえず怖いから。 25% と 10% はアンチラのニアで極力合わせたいな。じゃあグリムの2も、いやでもそんな飛ばないよな、 25% から 15% まで 10% 飛ばせるんだったらな。いてー、闇ダメージだね。あ、奥義ゲージマイナス 30% だ。バフはでもつかないんだね。まあこれ奥義ゲージ増やそう。 OKOK。 でもこれで 10% か、いやかなり削るの大変ぞ。 OKOK。で、まあここはアンチラの4打ちながら様子を見よう。いや特殊技でもダメージ3000だったら割と耐えられないこともないわな。ここのボディがガラ空きだ。でここでイチャビ使って敵の特殊技をとりあえず受ける。あーでも熱炎だ、まだ大丈夫だ。オッケーオッケーオッケー。まあでもそんなに苦しく、あーでも敵の特殊技弱、あの食らってるね。マウントがやっぱあると便利だったんだな。グリムの1アビがさっきはあったからそこら辺で対応できてたけど、まあマウントが剥がれちゃってたから、まあ、CT2 っていうのが厳しいね。グラビティやっぱあると便利そうだな。グラビティあるといいな。どうやってグラビティ取ろうかな、まあ、主人公に持たせるのがいいと思うけど、まあ、グラビティ持たせた方が良さそうかなというのはとりあえずの印象としてありますね。さあじゃあここはまあもちろんゼピロスを使いまして奥義ゲージを増強させて、オッケーオッケー。で、お、OD の特殊技はやっぱ全体攻撃多いな。え、違うね。これ破局エフェクト出てますね。やはり破局エフェクト。え、これ前と同じだっけ？なんか違くない？こんなエフェクト出てたっけ？すごいね。なんかめっちゃビーム出してきたけど、これで 75% の特殊技とかあったらねどうなるのか、まあ、ただダメージ的には痛くないので、まあ、HP さえ持ってればなんとかなるかなといったような感じです。ただ最後のデレレレレレレみたいな感じの技だけはおそらく絶対避けれないと思いますので、まあ、とりあえずちょっと 75% に特殊技がある可能性を考慮してここはガード効果を入れましょう。ここはガード効果で戦っていきます。はい、これで75% を見る、これ大事。来ない、お、75来ないですね。で、まあ、ここはでも言うて素殴りした方がいいだろう。ここはガード効果が残ってるからスロー系は温存して敵の特殊技を数消しましょう。いや、これマジで軽く足りないなマジで軽く足りない。あ、でもなんか BGM はあれ普通の BGM じゃない、アルバハの BGM じゃない、普通に普通になんかアルバハの BGM 流れてる気がする。ベニューウィンボードゥン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 、バンドしたわけだ。うん、まあ、50% の特殊技とあと 25% の特殊技、やっぱね、気弾がどっかで、か前はね全滅した記憶があるんだよ、去年だか一昨年だか。だから 25% か 10% でなんかね死にかけたんだよな。だから 25% の特殊がなかった時は 10% から、4チェーンしてぶっ飛ばします。はい、それだけは決めた。 OKOK。 だから 25% のところはしなぐりで受けて 10% まで特殊技 2,3 回受けます。で、味方の全体の奥義ゲージを 100% 状態で保ったまま 10% のところを 4チェインで飛ばす。おら、来た来た来た待て待て、これ何パーセント、何パーよ、 50% 特殊、そら、これなのよ。え、 58% だけど、これ 60%、 ちょっと待って、 60% の特殊だわこれ。再チャレンジさせてくれ、頼む、再チャレンジ。これは初見殺しが過ぎるだろう、初見殺しが過ぎる。ちょっとじゃあ 60% までカット。はい、現在 62% になりました。ここを考えればおそらくだけど、今までの先ほどの様子を見ると 60% が気弾特殊なので、アンチラのニアビとアンチラ奥義を組み合わせればおそらくですが、
被弾が全部アンチラ飛ぶんじゃねえかなって思うんですけどね。 57% 弾剤のテンペスト OK よ、被弾でしょ。ヒュンヒュンヒュンで、そうだよね、そう、これで避けたかったのよ。25これ来ると思ったんだけど、60で来るとは。これはちょっとケアが必要な感じがしますね。え、これ気だ、あれこれ灼熱永続じゃんこれ灼熱永続じゃん。これ使わないとダメだわ。危ねえ。俺なんか灼熱いつか切れるし、アンチラ1浴びで回復すりゃいいやと思って、ちょっと鼻ほじりながら言ってたけど、これダメじゃん。危な、永続の灼熱だね。だからクリアオールは最低でも必要だな。マウントじゃ足りないことも多いんじゃないかな。え、 50% の特殊技どうなるかな。これちょっと怖いんだけど、こうやって見ると。いや、まあでも 50% は来ねえだろう。え、無属性シリウス来んの、アルバハの曲だけど。 50% で無属性シリウス来たら、あー、さすがにね。60の特殊技ないからね、あのアルバハは。と考えると、普通のアルバハとはちょっと違うのかなっていう風に思いながら生きてはいます。はい、まあ、ブレイク行くべ、これ次。次、ブレイク行くと考えると、まあ、まったりしててもいいんじゃないかな、といったような感じでございます。じゃあ、とりあえず、奥義かましいの。これでブレイクね。え、でも25は絶対怖いと思うんだよな。60で来るってことは40怖くない？どう？ 60 来るってことはさ、40なんじゃないの？ 60、40、20じゃないの？でもそしたら80来てもおかしくないわけで、そうなると外してくるんじゃないかなと思いはすれど、一応ちょっと怖いのでガード効果だけは突っ込んどくか。これで 40% になると思うんだよね。 OKOK、 これで 40%、 やっぱ 40% 来るじゃない、やっぱ 40% 特殊あるじゃない。破局来ていく。危ねえ、レジストでガード、お、覚えておかなきゃダメだね。あー、でも CT1 になった、これ怖っ。あー、どうしようかな。36、まあでも通常特殊はあんまり痛くない特殊なので、これはまあガードしようか。とりあえず数ケ、ここまでは OK と。熱炎ね、これが灼熱になるのかな。あ、でもレジストか。オッケーオッケー。え、25% 怖いなぁ。25% と 20% が怖くなったな、今の動きを見る限り。そう、25% と 20% が怖いから、ちょっとそこら辺考えながら動こうか。え、でもね、ちょっと、回復目的で、モニカのアビリティはちょっと温存しておきたい。クリアオールがあるから使うかもしれないから。30 29 4% 落ちるか。いや、待てよ。25になるなよ。いや、連撃すごい。26、あー、25になった。まあでもね、あ、 OKOK、 25きた。ということは、待てよ、これで、いや、ここ1殴り挟もう。 5% は削れん、反省した。おしよ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 し、これで 55%。 これ来る、これ気弾来るんじゃないかと考えると、モニカで運ゲーしよう。決めた、俺決めたわ。モニカに敵対心アップを付与する。これで、あの、気弾を避ける。スキンあったからよ、モニカ。お前スキン欲しいだろ、いけんだよな、モニカ。この気弾が来た時に、デレレレレって来た時に、モニカが、あの、回避率アップつくんだよ、アビリティ使うと。この回避率アップ結構強いから、そう考えると、ここで気弾が来たとしても、なんとモニカ、ここはモニカを出してこい。キダンこい、キダンこい、キダンこい。あ、でもラグナークのフラッシュだ。ほら、どっちするんだよ、避けるんだよね。オッケーオッケー。も、いや、ここもう一、あ、ディスプレイエグいわ。 15%。 いや、もうここは少なくとも1殴りはかませるんで、とりあえず1殴りしましょう。 13%、12%。 問題はね、ここがね、
ここがまずい、マジで 10% 怖いな。いやでも 5% にかけた方がいいか。だってこれ風土キャラだもんな、大湿強風は。となるとそうなのよな、ここアビリティマジで悩むな。 5% に期待してもいいのか。でも3ターン間に合わねえからな。となるとここぶっ飛ばした方が建設的な話し合いができるんじゃないか。いや 5% にいかないようにしよう。 10% あるか。 5% ないかな、これ。 5% にはいかないのよ。そう10% かー。あ、でも主人公生き残った、素晴らしい。主人公生き残ったぞ。 7% ならいける。お前らいける。お前らいけるんか、やれるんか、お前らやれんのか。待てこれで火力出し切る。 5% 来たらもう終わりや。 5% 来たらもう終わりや。にゃん頑張れ。にゃんからのにゃーから、あ、でも味方に全体が、猫、お前の愛くるしさ見せてやってくれよ。カッツェリーラ3アビ、味方に全体かばう付与、これにより 5% に特殊技が来たとしても猫やばい。動物虐待だよ。動物虐待パンチをしてる、とんでもないやつがいる。待てこれでカタストロフィーノバ使って、まあ頑張れ落としきれ、よーし、よし危ねー、よかった。主人公を避けたの普通に意外、経験値安っ、50とかだったぞ。はい、ということでございました。まあ今回もね、あ、ランキングある、パワー特化。あー、え、これは何、パワー特化、あ、なるほどね。ターン、スピード特化が、経過ターン、あ、経過ターン11なんだ。パワー特化が、1、10、100、1000、何十万、100万、1000万、1億。風属性なんだね、1位。で、2位が光属性。絶対グランデ入ってるだろうな。黒麒麟、え？光多いよな。風がよくやってるな。え、ニオでしょ？え、ニオの4アビプラス、ニオ4アビプラスリーシャ3アビ、グリムの2アビか。はい、グリム2、ニオ4、リーシャの3で、2プラトンかまして、芝が、あ、黒麒麟使ってんだわ。だから黒麒麟でグリムにいるの2アビ上げてんだ。これみんな黒麒麟使ってんね、フレイシー。これフレイシー黒麒麟以外ありえないわ。え、すごくない？この編成、ジャンヌ、え、バレメリ、え、バレメリってさ、どうやる。バレメリは奥義効果合わせんの。え、ちょっとこの編成わかんないな。やっぱハロゼナ・ジャンヌはわかるよ。ハロゼナ・ジャンヌ・ハルマルはもうぶっちゃけ王道でさ、動きは俺もわかるような感じだけど、え、なんかちょっとわかんない人が下の方にいたのと、あとこの風属性の人だね。光でさ、まあどうせ光っしょわらみたいな感じで、やっぱみんな光でとりあえずね、まあ俺も思いつくのはこれっすよ、とりあえずは。思いつくのはこれだけど、でも風でもいけるやんって思って風でやってんのがなんか、で1位になってるのを男気感じますね。スピード特化は闇だ、あ、みんな闇だターンを少なくしよう。あー、もうみんな闇だ、もう闇、もうちょっと闇以外がどこにいるのかちょっと見に行くわ。闇以外を探しに行く。待て、いねえぞ闇以外。いや、そんなことねえだろ、もうちょっとあんだろ闇以外。あ、いる、土、すごい、32位ですけど。あー、なるほど、ロベリアね、ロベリア使ってるわ。大罰弾、安らぎの木漏れ日、アローレイン。あー、クリラカ初手で落としてるんだね。クリラカ初手で落として、で、あと、あの、クリスマスマギサ、クリマギの、あの、3アビ、刻印使って、10ターン経過以降の、あの、3アビ使って、奥義ゲージ増やしてぶん殴るみたいな。そんな感じね。はい。なるほどな。まあ、スピード特化はちょっとグラブルが、今のグラブル見えますね。あ、光もいたわ。うん。まあ、パワーとか面白いね。まあ、光。やっぱね、結局だ、あの、攻撃力大幅アップキャラクターが強いんですよ。だその、リミジャンヌもそうだし、あの、これもそうよ。グリムニルもそうだけど、ダメージ大幅アップ系キャラクターを黒麒麟で再使用する。まあ、これ言ってもいいよね。別にそんなみんな隠してるわけじゃないよね。ぶっちゃけみんな薄々気づいてたと思うけど、このね、このパワー特化とか、このゲーム、
あの攻撃力上昇大幅アップ芝効果をあのコッキリンでぶん回すのがマジで効率いいから、あの風より子戦場とかも光より子戦場とかもみんなこれよ。リミジャンヌのニアビ3アビ使ってぶっ飛ばしたり、グリムのニアビ使って、だからそこら辺はやっぱ強えよな、はい、というふうに思った次第でございますわ。まあそんな感じになってますので、他に変な編成の人いないかな。おゼピロスでも牽制同じだね。あ火がいる、すごい。無限がいる、すごいね。無限採用してるんだ。被弾で落としてんのか。魔法戦だね、魔法戦なんだ。へえ、テトラストリーマ魔法戦。まあそういうこともあるか。まあこれはちょっと 見続けてたら終わらなさそうなので、ヘラクレスがいる、ヘラクレスがいますよ皆さん。しかも闇ヘラクレスだし、こんなの撮ってる人いるんだな、すげえな。闇ヘラクレスとか初めて見たわ。まあ見続けても止まらないんで、そろそろ終わりますけれども、まあこんな感じでね、パワー特化とスピード特化がありますので、皆さんもぜひとも挑戦してみてくださいという話でございました。まあ、僕もね挑戦してみた動画また別口で出すと思いますので、その時はよろしくお願いいたします。それじゃあ皆さんまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。